シーの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。シーの代表の篠崎です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、大好評のメンズカットシリーズフェードでございます。ぜひ最後までしっかり見て目に焼き付けてください。もう長いこと担当しているゲスト様なのですが、今回ちょっとお忙しくてですね、40日ぐらいちょっと伸びてしまったので、結構ねカットは手こずる感じなんですけれども、まず2ブロックのラインでしっかりブロッキングを左右対称で取って、ボールの2番目に短いアタッチメントをつけて上までさーっと取ってしまいます。ここで大切なのは後ろの作り方になるんですけれども、後ろも一応ブロッキング止めてるんですが、ここですね、止めてるんですが、上までここ取ってしまうとパカ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 してしまう2ブロックになってしまうんですね。でそれはですね、絶対に美容師はやってはいけない2ブロックだと思うんですよ。後ろがパカパカしたやつ、それはね、なぜダメかっていうと、美容師じゃなくても一般の方でも頑張ればできちゃうんでしょう。止めてバリカンを入れれば。そういうものは美容師はプロとして作ってはいけない。だからサイドも2ブロックでもぼかしが入った方がかっこいいし、上まで同じ長さでビッて取ればそれは簡単なんですよ。簡単なんですけども、そういうことをやってしまうと自分たちでもできてしまうわけじゃないですか。だから必ずその2ブロックの中にもフェードを入れたりすることが大事なんじゃないかなというふうに思います。特に後ろのパカパカ2ブロックは絶対に美容師のプライドとして作ってはいけないと思います。続きましては、アタッチメントを外して一番長い状態でバリカンを入れてます。それはですね、薄くしたいところまで入れるわけですね。なのでここの高さによってかなりこう短くなった感じがするのか、まあ自然な感じがするのかっていうのが変わってくるんですけども、例えばですね、あまり上に上げたくなければ本当下の生え際だけ入れてもそれをぼかすだけで上まで割と行ってしまうので、これね、真ん中ぐらいまで入れてるんですけども、結構視野外的には短くなると思っていただいたらいいと思います。ちょっと言い忘れたんですけども、ここで注目していただきたいのは、私がこうバリカンを入れてる時に必ずですね、必ず両手で入れてるのがわかるでしょうか。これですね、やっぱり片手でこうピピピピ入れてしまうとやっぱり痛いです。やっぱり両手で持って優しくソフトタッチで入れてあげるのが大切だと思います。片手でね、こうブン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 入れるとやっぱり何ですか、タッチも強くなるし、繊細な動きができないと思うんですね。だからこう左手をちょっと添えて入れてあげた方がいいかな。で見てわかると思うんですけども、あのレバーをね、実はいじくってて、下の方は一番短いやつ、中間は、その半分ぐらいみたいな感じで、ちょいちょいちょいレバーをいじくって、その厚みというかですね、色の濃さを、刈り上がったところの色の濃さをですね、調節しています。
ここでアタッチメントをつけました。アタッチメントなしの状態で刈り上げの薄いところの高さとさらにその下の短いところを決めてしまってアタッチメント一番短いのをつけてぼかしていってる状態ですね。これはですね、色彩的にぼかすっていうことも大事だし、シルエット的にまっすぐというかね、自然につなげる、ボコボコした感じにしないっていうのも大事だし、両方の要素があると思うんですけども、まずは見た目上の色彩、自然にボケてるかどうかっていうのを見ながら、バリカンを入れていくということが大切じゃないかなと思います。頭の形的にみんなそうなんですけども、この位置、耳の後ろっていうのがですね、ちょっとへこんでる部分があってぼかすのがすごく難しいですよね。それはですね、バリカンであんま攻め込むとどんどん上に行ってしまうので、後からセニング等でぼかしていくようにするか、ですね、バリカンの角ですね、角を使ってちょっとつっついてあげるような感じで入れてあげるとぼかしやすいかもしれません。いろいろ工夫してみてください。アタッチメントをつけた状態でちょっとうまくボケないので、ちょっと外してですね、ちょっと攻めてますけれども、まああんま攻めすぎるとまた上に上がってしまうので、まあほどほどにちょっと続いてみたらどうかなと思って、ちょっと外してやってます。バリカンからバリカンでうまくボケればいいんですけども、まあ、今回うまくボケないので、まあ、こうなったらもう人海戦術ですね。手作業でぼかしていくしかないですけれども、まずはハサミでシルエットをある程度整えて、その後にセニングを使って色彩を合わせていくというような感じでやった方がうまくできるかなと思います。
と思って。これはですね、70% のセニングなので、セニングといっても、まあ、ほとんどカットしちゃってる状態だと思います。このもう一個透けないのに 50% っていうのがあるんですけども、そちらで色彩を合わせた方が合わせやすいですね。ちょっと 70% だと透けすぎちゃって、まあ、普通のハサミとほとんど変わらない状態だと思います。今使ってるセニングが 50% のセニングですね。こっちの方が色彩は合わせやすいですね。そのカットできればできるほどやっぱり一気にポンってなくなるので、シルエットを整えたりとかするのはそっちの方が早いし、濃淡を合わせる、要するに色彩を合わせるんだったらばちょっと微妙な透け具合の方が、うまく調節ができるかなと思います。僕は 70% と 50% の組み合わせで使ってますけども、それだとちょっと難しいっていう方はですね、いつも使ってる 30% とかのセニングでも全然いけると思うので、試してみてください。2ブロックの場合は下の刈り上げをですね、ある程度こう決めてしまって、ある程度というかもうほとんど決めてしまってから上を作っていった方がいいかなと思います。2ブロックじゃない場合には上から切っていった方がうまく切れると思うんですね。要するにシルエットを最初に作ってしまった方がカットのイメージが出やすいので、カットが早くできる、ですので2ブロックの場合には下刈っちゃって、で終わった後に上を形付けるということでも問題ないんですけども、2ブロックじゃない場合は上から切っていってシルエットを積極的に決めていった方が髪型が早く決まる、これはですね、どっちを早く上を先に切るか下を先に切るかっていうのはちょっといろいろやってみるとね分かるんですけども、意外とですね刈り上げっていうとね、下から刈り上げるっていうイメージの方が多いんですけど、実際にですね2ブロックじゃない刈り上げのスタイルは上から切った方が早く決まる場合が多いので、ぜひ試してみてください。は
はい、ベースカット終了でセニングがスタートします。 50% のセニングを使ってますけれども、トップのねつむじのあたりは毛はちょっと細くなってるんですけど、周りは非常に毛が多いので、トップが少し、細くなってる分、より一層ね周りを軽くしてトップと合わせた方が、スタイリングもしやすいし、イメージというかね、こう軽さのイメージっていうのがこう合いやすくなるので、まずは量感をしっかり取って軽くして、後で毛先をぼかしていくっていう感じになります。でトップのね細くなってる位置っていうのは、毛先のパチで揃ってるだけ、少し揃ってるところだけ少しぼければいいので、まあ、そんなに、セリングをする必要はないかなというふうに思います。今ねトップのちょっと細くなってるところちょっと避けて、濃いところだけをセリングを入れてる。これもね適当じゃダメなんですよ。やっぱり避けるところはしっかり避けて、そこにはハサミ入れないようにしないと、適当にやってるとやっぱり入れたくないところにも入ってしまうので、なんか適当にやってそうなんだけども、ちゃんとこう考えてやってます。特にメンズのセリングっていうのは結構皆さん適当にこうザクザクザクってやって、はい終わりみたいな感じの方が非常に多いです。この長さ、短い長さの中にも量感質感っていうのは存在するし、やはり量感から取っていくことがセニングの場合には非常に大事。短くても同じです。結構ねしつこくしつこくセニングを入れてると思うんですけれども、実はですねもうドライで切りたくないです。ドライで全くハサミを入れないので、この時点でほぼ仕上げるわけですね。だからもうちょっと濡れてますけど、仕上げをやってるっていうふうに思ってもらうといいと思います。ここでカットが終了です。ちょっと手こずりました。カットタイム20分、ただトータルタイムですね、トータルタイムが20分なのでドライはしないのですね、そう考えるとねフェードの割にはそんなに時間かかってる方じゃないかなと思うんですけども、まあ、できれば僕的には15分ぐらいで切れればいいかなという感じです。この後カラーをさせていただいて、ヘッドスパ10分させていただいて、トータルタイムでいくと1時間半ぐらいですね、終わっています。もしこの動画良いと思いましたら、グッドマーク、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それではこの辺で失礼します。さようなら。